ルールルルー、わかりますか？ドラマ北の国からのホタルが北狐を呼ぶ時のセリフですね。もう18年も経ったんですね。今では純役の吉岡秀隆さんと蛍役の中島智子さん、ともに49歳とは感慨深いですね。そして父親の黒井太五郎を演じた名優田中邦衛さんですが、最近お姿をお見かけしませんが、どうされているのか気になったので調べてみました。田中邦衛さん、朴訥とした独特の演技は見た者の心を力強く大きな愛で包み込んでくれるような温かさを感じた人も多いと思います。今年でもう87歳になられるのだとか。岐阜県のご出身で、今は廃止となった麗澤短期大学卒業後、故郷で中学の代用教員をされながら俳優を目指していたのだとか。そして3度目の受験で俳優座養成所へ入った田中さん、面白いエピソードがあって、3度目の受験の際に試験官だった女優の東山千恵子さんから、あなたまたいらしたの？と言われてしまったんだとか。3年間の養成所生活後に座員に昇格、47人中3人という狭き門ですから、立派な俳優のエリートだったんですね。デビューは1957年映画「純愛物語」で、その後は悪の強い風貌と悪役でもどこか憎めないキャラクターで、どんどん出番が増えていくことになります。主にバイプレイヤーでしたが、1961年からの加山雄三さん主演の映画「若大将」シリーズでは、若大将のライバル青大将役が当たり役となり、レギュラーで17作に出演し、スピンオフまであったといいます。他には高倉健さん主演の映画「網走番外地」シリーズでは、健さん演じる主人公を慕う舎弟役や、映画「仁義なき戦い」シリーズで欠かせない存在になります。しかしすごいですよね。昭和を代表する銀幕の大スターと常に一緒に出演されるなんて。テレビドラマでも1965年ドラマ「若者たち」の主役で大ブレイクしました。主題歌の「若者たち」で有名なフレーズ「君の行く道は」、時代を超えて美しいフレーズです。ここで少し田中さんの家族について。奥さんとの馴れ初めは、奥さんの姉が俳優座の同期生で、しょっちゅう奥さんのご自宅に行かれていて、奥さんの普通で家庭的なところに惹かれたのだとか。でもほとんど毎日奥さんのご自宅でご両親と花札をしていたんだとか。そんな田中さんと奥さんの間には娘さんが2人おられるのですが、長女の田中純子さんは元 NHK ワシントン支局長で、2016年から NHKBS1 国際報道のキャスターを務められている超エリートだそうです。息子さんがお一人いらっしゃるそうです。次女は田中千恵子さんといい、一般人として暮らしているようです。話は戻りますが、田中さんが再ブレイクした1981年国民的ドラマ「北の国から」では、これまでの演技を全て捨ててくれと言われて演じた役が黒井太五郎だったのです。妻と離婚し、東京から生まれ故郷の北海道の富良野に子供を連れて帰ってきた中年男、そして2人の子供との心温まる触れ合いや、厳しい自然の中での家族の生き様に心を揺さぶられ続けました。有名な話ですが、実は黒井太五郎役には高倉健さん、中台達也さん、菅原文太さん、北島三郎さん、緒方健さんほか、そうそうたる候補者がいた中、情けなさそうな父親像ということで田中邦衛さんが抜擢されたそうです。当初は難色を示すものの、持ち前の役者魂で新境地を開拓、演技と思えないほどの迫力でした。
1993年には映画「学校の演技」で第17回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞。その後2010年映画「最後の忠臣蔵」を最後に表舞台から遠ざかっていた田中邦衛さん、やっと姿を見ることができたのは2012年8月6日のこと。ドラマ「北の国から」など数多く共演し、公私ともに親しかった俳優地井武雄さんのお別れの会のことでした。発起人の一人として名を連ね、お礼の言葉を読み上げるとき、吉岡秀隆さんの介添えが必要なくらい弱り切っていた田中邦衛さんは、チーニー、おいら何度言われてもまだ信じられないよ。昨年秋には我が家に来てくれたり、暮れには贈り物をたくさんもらったり、あれは別れに来たのか、3ヶ月前の4月には電話もくれたな、手紙もくれた。チーニー、ごめんな。会いたいよ、チーニー。会いたいよ。と、とつとつと、チーさんの家に向かって、語りかける姿が痛々しく、心なしか小さく見えました。これがあの青大将かと驚きを隠せませんでした。2013年からは、不穏な情報が飛び交います。某週刊誌の記事で、俳優引退が唐突に報じられ、長台詞が入らないことを理由に仕事の依頼を断っていると伝えられ、一説では身近な人に「俺もう引退したんだ」とも語っていたとも言われ、その引退発言の真相の確認のため直撃取材した際に、奥さんが答えようとする田中さんを遮り、「引退はしません、元気でおります、また別の機会にお話ししますので」と田中さんを連れて自宅へ戻ってしまったそうです。その後、このやり取りが掲載された週刊誌が発売された当日には、奥さんが情報番組の電話取材に応じ、「体力的に厳しいと思います」と思い直したような発言をしながらも、演技をする夢は夫婦二人でずっと持って生活しています。引退も何も田中邦衛の人生そのものが役者ですから、と微妙な発言をするにとどまったのです。そんな折、悲しい知らせが次々に田中邦衛さんを襲うのです。2012年、旧友のちーさんが亡くなって憔悴しきったところに持ってきて、2014年に高倉健さんや菅原文太さんなど同年代の仲間が次々と言ってしまい、相当に応えたようだったといいます。その頃から健康不安説がささやかれるようになったわけです。田中邦衛さん、2015年の夏に高熱を出して入院、2週間ほど入院して無事回復しましたが、もともと良くなかった足の具合が悪化して歩行が困難になってしまったことから、家族で話し合った結果、有料介護付き老人ホームへ入居。そればかりではなく、巷では認知症だという噂も出ましたが、そうではなく、それは本人がこの年だからセリフを覚えるのも難儀するんだとふと漏らした言葉が一人歩きしたことによるそうですが、逆に頭がはっきりしている分、まずは足をしっかり直してすぐに家に戻るつもりで行ったのですが、思うようにリハビリも進まず、自由に動かない体に苛立つこともあったとか。元来が完璧主義者の田中邦衛さん、万全でないと家に帰れないと思っていたのでしょう。施設での闘病も2年が過ぎて、帰宅頻度も増え、自力歩行もしだしたと、そう聞いてよかったなと思っていたら、実はそうではないという話が。田中邦衛さん、実は病状は回復しておらず、施設へ再入所しているのではと近隣住民からも言われていて、その上認知症もかなり進んでいるという噂がささやかれているのだとか。いずれにしても非常に困難な状況にあることは
想像に難くないと言われています。しかしなぜそこまで役者復帰に異常なほど執念を燃やすのでしょうか。調べてみたら、なんとそこには驚くべき理由が。ドラマ北の国からは遺言で幕が下ろされたと思っていましたが、なんと脚本家倉本聡さんにはまだその先のシナリオがあったのです。その後のチュンとホタルとゴローラが生き生きと躍動する物語として、倉本さんは北の国からは五郎の物語なんです。五郎が登場しない、つまり田中さんがいない、北の国からはありえないといつも漏らしてますから、と倉本さんの関係者が言っています。そうなんですね、やっとわかりました。倉本さんから田中さんへの熱いメッセージがそこにあるということ、田中邦衛さんは分かっているんですね。だから多くは望まず、その後の五郎を演じるためだけに完璧にしないと気が済まなかったというのが本心だったのではないでしょうか。いかがでしたか。あなたはどう思いましたか。私はさすがの役者魂だなと。チャラチャラした見せかけの演技しかできない今だけの役者に爪の赤でもという気持ちもします。心配するな、すぐに戻ってくるからよ。そんな五郎の声が聞こえてきそうな田中邦衛さんの生き様でした。一日も早く回復され、再びお目にかかれることを楽しみにしています。それではまた次回お会いしましょう。